皆さんこんにちは。こんにちは。本場カイナということで、久しぶりに、本間さんとですね、三島で本間カイナをお送りします。意味がわからない方にしつこい説明しますと、本間ね、本間カイナ、カイナ力、腕のことですね。でもこういうことですけど、今日はもう一人ですね、この人もって感じの相手は川田カイナ、カイナですか。札幌市議のですね、川田ね、正さんにおいでいただきました。川田さん、この間我々がなんかね、神戸にいた時、前日に台湾との連携のあれで、ね、はい、そうですね、来てたっていうのが、日台サミットっていうのが行われまして、はい、地方議員の方で、日台議連、また日華議連ですね、はい、昔からある時には日華議連に入っている方々の集まりっていうのをですね、今回で6回目って言ってたかな、確か、やりましてですね、それでもう500人以上の方が来てたんですけども、はい、ちょうどその時に神戸の街頭やったところの近くのホテルでやってました。はい、はい、で その時は本間さんがそこのね、新東国盛代表としてね、はい、演説してたんですけど、なかなか皆さんにちょっとせっかくなら、神戸でああいう形でやったのは初めてですもんね。街宣車っていうのはやっぱりどうしてもなかなかない中で、今回選挙で和歌山で2台あったということもありまして、ただ2台そのまま和歌山に置いておくのももったいないなと思って、和歌山の選挙の関係で関西国盛の団結力とか活動能力がもうかなり活発になってきているので、武器を譲るじゃないですけど、やっぱりせっかくのこの街宣車を関西国盛の全体で回していこうという、その第一弾が兵庫県の神戸市で、大丸前ということで相当たくさんの方が行き交うとこなんですが、やっぱりそれまで神戸の国盛というか兵庫の国盛の人たちはみんなハンドマイクでやってたんですけど、やっぱり街宣車があると、やっぱり数段迫力出てきますよね。そうだね、はい、たくさん旗も立ってましたし、たくさんの方も来てかなり盛り上がった。でその中で本当は川田先生が近くを通って手を振っていたということなんですけど。そうなんですよ、はい、はい、まあ川田さんはスルーしましたって言って、はい、そうです、まあぐらいですけどね。というようなことで、ね、ありまして、ちょうどね、神戸でなんかね、そういうものであったってこと、日台のこともね、実際はこれからまたね、今年いっぱいになってきますけど、いっぱいってか出てくると思いますね。でちょっとこれは皆さんのね、意見聞きたいと思うんですけども、本間さんね、一応中国は日本が台湾に味方をして何かやると、そうですね、核を先制使用すると、はい、こういう問題が流れましたけど、メディアもほとんどあんまり流さないし、いや本当ですよね、こういうようなことであんまり知られてないですよね。あれだけなんか日本はもう繰り返し戦争しちゃいけないとか、いろいろなんかこうもったいぶっていってるメディアなんですけれども、核の先制攻撃してくるっていうのはとんでもない話だと思うんですけども、それに対して誰も何も言わない。あれだけ憲法大好き、平和大好きって言ってる、ラブピースと言ってた人たち、いやメディアってのは一切報じないということで、でもやっぱり最近はネットがあって、ネットの中でこれだけ語られると、やっぱり本当にそういう意味で言うと核攻撃っていうか、原子爆弾落とされた日本としては二度とこんな核攻撃をさせちゃいけないっていう、そういう意味で言うとものすごい重要なテーマだと思います。ですね、なので本当はもう少し議論っていうかね、話題っていうか、もっと真剣に語られなきゃいけないと思うんですけどもね。今2つちょっとね、私も思ったんですけど、まず自分たちが核兵器を持つこと自体をね、あまりそこまで核で先制攻撃されるぞって言ったら抑止力作らなきゃいけない、じゃあ抑止力というのは今まではアメリカの傘、アメリカが守ってくれるって、ところが今こういうアメリカの国力の衰退、その他、戦略方針の変化で、助けてくれないでしょう。ニューヨークが火の海になっても、ね、日本の国民助けるっていうようなことはアメリカするわけがないということです。ということは、じゃあ抑止力をどう保つかって言ったら、今度は自分たちで持つしかないっていうね、
少なくともそういうような議論があると思います。で、このことは別に憲法違反でも何でもないです。これ一応日本の政府の見解は防衛に関してはね、いろんなことができるというね、専守防衛っていうのはバカな言葉ですけど、防衛するためには何でもできるということがありますから、憲法変えなくても核武装はできるってことです。本当はやろうと思えば。もう一つ何にもやらないでできるのは非核三原則のうちの持ち込ませるという、この持ち込ませるっていうのはすごく大事でね、海兵隊を今の日本に現実的に いさせることと同時に、本当は核を持ち込ませるってことで、少なくとも核攻撃はできなくなります。これよっぽどのことない限り、だそういう具体的に助けられることをやっぱり言っとかなきゃいけない、言わなきゃいけない。で、この非核三原則のうちのこの1、持ち込ませずというのは内閣でも、これ国税じゃないですから内閣でもできるってことです。内閣の岸田総理が決定すれば、決意すれば、できる。河野談話も、もう破棄するということを決めれば、これもお金も法律もいらないまま破棄できるというようなことがいろいろ実はあるんですね。この北朝鮮じゃなくて、中国の核攻撃の脅し、河野さんは北海道でね、現場で市議さんとしてもね、その中国の間接侵略やさまざまな、なんていうんですか、昔でいうサイレントインベンションっていうね、こういうものを見ているわけですけども、この問題についてはどんなふうに今日本はねあるべきか。でそこから本間さんとの本間会談ですけど、岸田総理って何これっていうねのを話したいと思ってるんだけど、その前にそのどうですか、そこの。そうですね、例えばですね、各市町村であっても国民保護条例、国民保護法っていうのが法律があって、それに基づいて下において国民保護条例ってあるんですけど、それで一応地下街は、この前ですね、聞いた地下街は通常のミサイル攻撃が耐えれるようになってますというので、また一部増えたところではありますけど、そういうのでは一応作ってるんですが、したらですね、災害に対してはいろんな危機意識はありますけども、日本またはこう地方自治体も同じですけども、行政の今世紀最大の日本の想定外っていったら武力紛争なんですよね、でミサイル攻撃、現に北朝鮮が撃ってきたこともあるから、警戒はしていても着弾したことはないんで、なんかそういったことは語っちゃいけない、またはそういったことは想定しない、そういった観点でいるから、結果的に今回のコロナでおいてもいろんなコテコテな対策が出てきたりとか、これ全てに共通しているわけで、だからそう思うと現実に今原油価格が高騰してるじゃないですか、冬にですね、もし台湾危機が起きた時に、今これから陳情とかでも福祉灯油を何とかしてくれとかって来ますけど、それ以上のことが起きるんですよ、要するに何回も僕もこの番チャンネル坂北海道自分の番組でもお話してますけど、この台湾の危機で中国のそのいわば台湾に対する脅し、こういった問題っていうのは我々北海道民にとってみて密接不可分なんですと、このことはねやっぱり現に、皆さんにもう言っていかなきゃいけないですし、今日の日経新聞ではですね、ニトリが北電と協力して中国にですね、農産物といいますか米をですね大量に輸出を始めていきますという報道もありました。そしたらこの危機的な状況になった時に、自給率 200% と言われているこの北海道の食料というのをどのように回していくかであるとか、そういったものもちゃんと考えているのかなと、または考えているかどうかというのを問いただしていかなきゃいけないなとは思っております。ね、米の部分あれもね、どういう契約になってるかですよね。そうですね、その田んぼをそのまま借り切り、これ昔大前健一がね、いいじゃないかと、安くてうまい米さえ食べれるなら、日本の農業やる必要ないじゃないかと、アメリカとかオーストラリアといったね、広い国で大量のこう土地を借りて、
でそこでこう米作りやってこっちに入れりゃいいじゃないかと、なんという能天気なというね、うんうん、あのようなことなんですけども、あの具体的に言うと今中国っていうのは食料危機について備蓄もやらなきゃいけない、うん、でその食料安保というものの中で確保してる、で日本の北海道というのは非常にいいわけですよね、うん、実は野菜も魚も、それこそね米も、でこういうことを今やってる、でやっぱり、ね、この具体的なところでやってるのにこの日本の政府は、この農業政策というものに対してね、あの戦略的な農業というのは考えてない、補助金の出し方とかそういうものを農協は潰してしまってね、じゃあその後何がやるかって言ったらバラバラにしていくっていう、今東芝が3つ分割される、これ何かやるといろんな形でこれいわゆる戦略的な兵器技術を持ってるし半導体のあれも持ってるし、東芝って基幹産業だ、これ何をやるかって3つ分割してそれぞれ独立採算でやらせようっていうやり方をしながら、実は株主たちがそこを株主資本主義ですから、そういうできるだけ株価を上げるかと、かつまた吸い上げて、ね、それでこれ売り払わせる、これ今日本がやってる北海道も同じことをやられてる、うん、いろんなところで景気悪いでしょ、農業も悪いでしょ、漁業もつらいでしょ、鉄道もダメでしょ、エネルギー事情もあれでしょ、こういう形でバラバラにさせながらね、トータルで考えてないというね、そういう流れの中で私は日本がもう売られていく、状態になってる、なっていくだろうと思ってるのと、やっぱりもう一つこれね、もうこれ3人ですからちょっとね、本間さんね、聞きたいのは、私はもうこういう状態になったら、もう真正面からか、まあもともとそうだったんだよ、核武装というのをちゃんと考えやるべきだと考えなきゃいけないと思いますけど、この辺は本間さんどうですか。いや、まず一番手っ取り早く、うん、できることだと思うんですよね、うん、で日本ってもともと原子爆弾を落とされたという、まあ、被害国でありながら、うん、なのにというか核については自分たち持たない、うん、持ち込ませないっていうのを、うん、みんながなんかそれをまともにいいことだと信じており、国税だと思ってるのと、そして逆に言うとそのやっぱり原子力に対する技術をしっかりと自分たちの中で育てていく意味では、うん、原発というのもあると思うんですけど、そういうのもダメだっていうね、うん、二重に自分たちの首を絞めているんですよね。で実際私たちの国が潤沢にいわゆる石油が出るとか天然ガスができるとか、うん、そういう国だったらいいんですけど、そういう国でも全くないっていう中で、なんでこんなにその安全保障上もエネルギー政策上も、あるいはいわゆるその学力とかいわゆる技術力含めたものを含めて総合的に考えると非常に大事だと思うんですけれども、あまりにもなんていうか表面的な、いや核は怖い、あるいはなんか放射能を出るっていうね、それだけで話が済まされてしまうのか、で一国だけの問題じゃなくて日本はありとあらゆる国に囲まれている中で、明らかに日本の周辺諸国っていうのは核武装している国なんですから、やっぱりそこをなんていうか触れようとしないっていう、議論すらしないっていうのは非常に良くない。で国会議員ですらっていうか、国会議員が語らなきゃいけないんですけど、国会議員が一番逃げてるっていうのが状態なので、ちょっとねこれは本当正々堂々と正論として話をしたいなと思いますし、うん、丸山穂高さんっていうのが北方領土の関係で、私はお酒を飲んで元島民の人にああいう話の持ちかけ方は良くないと思ってるんですけども、領土問題を解決するのに戦争っていうのはあるんじゃないかっていう、うん、ある意味でそれはすごく私は正論だと思うんですけども、なんかその戦争って言葉だけでダメっていうね、なんかこうもうはっきり言ってタブーがあまりにも多すぎるっていうようなことも感じていまして、今こそまして中国は自分たちで核先制攻撃するって言ってきたんですから、これを一つのきっかけとしてきちんと捉えるべきだと思いますし、議論の訴状に出すべきだと思いますね。そうですね、戦争というとね、みんな子どもたちに教えてるのは、我々がどっかへ外国行って戦ね戦争やるみたいな感じだけど、今私たちがやらなきゃいけないのは、我々の国が攻められた時どうするか、攻められようとした時どうするかって話なんだけどね。それとね、昔ね、ちょっとこれは私だけしか覚えてないと思うけど、核兵器の問題もちょっと昔ね、払われた時、我々の国は核の平和利用をするんだと、
それが原発だったんですよ、うん、核の平和利用っていうねでそれでやったんですよ実は。全然みんな忘れてるだろうけどね、核の平和利用や原発でエネルギーやって電気作れたらすごいじゃないのと、うん、というようなことだったんだけど、いつの間にかもう核そのものがね、その大地を汚し空気を汚し人間をね、うん、というようになってると思うんですけど、それともう一つはね、広島行って前に講演したことあるのは、一番核兵器を核武装を望んでるのは広島長崎30万のね死んだ人たちですよ。自分の子供たちや孫にね同じ目に遭わせたくないと一番願ってるって言ったらね、広島や長崎の死者たちは一番本当は核兵器望んでると思いますよと私言ったんですよ、それ、うん、広島で拍手来ましたやっぱり。まあ来てる人はねそういう系統の人ばっかりだったか分かんないけど、うん、本当に子供たちを責任持って守ると思ったら我々が核持つしかないんですよ。我々が無理にね先制核なんかねやる必要ないけれども、あの正義とか道義を守るためには、子供の命を守るためには本当ね最大限のことをやってあげるっていうのが我々の義務じゃないかなと思いますけど、まあ、まあこれちょっとね、あの菅さんはこの辺のことはどう思いますか、うん、まあ、やっぱり核武装の議論っていうのは絶対するべきですよね、うん、で僕もよくこう話の中で結局なぜそれを公にできないかってマスコミがですねそれを徹底的に叩くからですよね、うんうん、であたかもこう核はもうひどいものなんだこんなの持っちゃいけないんだっていうふうにですね、あの いろいろと報道だってするけど、僕もよく言ってるのはそしたらロシアとかまあある意味ではですよ、中国とか北朝鮮が持つ核っていうのはいいのかいと、彼ら安全に利用するんですかと、このことについては絶対答えないんですよ、うん、で要するに何かっていうと、これはもうね綺麗事である意味ではですよ、綺麗事を美辞麗句を並べて日本に核技術や核武装をさせない、まあある意味ではですよ、落とされたからもう同じことを他でやるのはやめましょうっていう、まあ、非常に美しい言葉のように見えるけども、要は日本にそういった規律を持たせないために工作活動の一環として反対活動とかマスコミを買収してやってたけど話ですから、そうですね、あの皆さん騙されないようにしていただきたいと思います。そうですね、あの、まあ、とにかくその大東亜戦争のことも総括されてないんであれですけど、アメリカその他の欧米諸国がね一番感じたのはナチスよりももっと危険だってことです。日本つまり白人ではないイエローという黄色人種アジア人種の一つの民族が、つまりこれまで19世紀20世紀の初頭まで続けてきた白人の世界秩序、これに対して異議を申し立てた。で人種差別、パリでは人種差別やめようというウィルソンによってあのダメになりましたけどね、こういうような全く新しい世界観とか自然観を持った国があのまともなことを言い出してきた。今菅さん言った通りなんですよ、こういうものを覆い隠したい。でどんなことがあってもよく瓶の蓋論と言いますけど、日本には核を持たせない。で最初の憲法草案にも分かるように、今の日本国憲法そうですけど、あれはどう読んだって非武装ですよ、これね。武器なんか持っちゃいけない、公選権もないったらこれ国じゃないですからね、うん、主権国家じゃないですから、そのぐらい異常なものというものが普通に思う。それから戦争反対っていうのはいいけど、我々が戦争やるってことになってるんですね。でもう一つ分かんないのはね、なんで日本とドイツは敵国条項を撤廃言わないんだろうと。そうですよね、国連のですよね、うん、いやもちろん安全保障のね、はい、で中国とかが、ね、拒否するっていうね、拒否権発動するとかねあるけど、おかしいでしょこれ。何番目か三本指に入るぐらい国連に拒否金を出してるわけでしょ。でこういうようなことがあって、本当言うとですね、皆さんね、日本はねじゃあ国連軍が守ってくれるなんて大間違いですよ。国連にとっては未だ日本は敵国なんですから。ということは何かって言ったら、国連が決めなくても国連加盟国は我が国をもし何かあったとしたら攻めても大丈夫、先制核攻撃というのは平気で言えるのはそこなんですよ。だそういうねことがあることをちょっと忘れちゃいけないっていうかですね、
この問題は今その核兵器の問題としてね、まあ、やるんですけど、まあ、とにかく自分の国を本気で守る気があるか、自分の子供を守る気があるかっていう、まあ、そこに本当に尽きるだろうと思います。で、一番典型なものが今日ちょっと話題に挙げたいと思った日、まあ、岸田さんですね。岸田内閣、この人は今言った戦後のレジームの脱却とかそういうつもり全くないですね。総裁選の時かろうじてこれはまあちょっと認めてもいいと思うんだけど、経済論争したじゃないですか、高市、岸田ね、太郎さんとかね、こういうようなことがあったんだけど、その言ってることを全部今変えてきてるんじゃないかっていうことなんで、これはちょっと別のキャスター討論でもちょっとやりましたけどね、ちょっとじっくりね、ちょっと議論してみたいと思いますね。岸田って何って感じなんですけどね、何ですか、本間さん。いや、もう自民党の典型的な人だなっていう感じで、うん、まあ、いや変な話、もう社長もそうだと思いますし、もう川田さんも同じだと、最初からもうチャンネル桜系の人間はあまり期待もしてなかったっていうか、うん、ああまあやっぱりそうなんだろうな、もともと親米派だとは思っていたし、うん、そしてなんか隠れ親中なんだろうなっていうことも薄々と感じていて、そしてもともと財務省の言うことを聞く人という、もうそれがもう如実に出てる。でも、まあ、それでももう少しひた隠しにするのかなと思ったんですが、岸田政権、また101代総理ということで、まあ、人事を見ても幹事長を見ても茂木さん、ああ親中派だな、で林さん、ああ親中派を、まあ、外務大臣にしたんだな、まあ、そして次々とあれだけなんていうか、もう総裁選って1ヶ月半ぐらい前だったと思うんですけど、もうあれだけあっという間に変える、すごいなっていう、あまりのずずしさにびっくりしますよね。人権非難決議ももう先送り、そして移民受け入れる、そしてなんかもう財務省の言うがままにやって、うん、そして政調会長に高市さんがなってるにもかかわらず、まず言うことを聞くのは自民党の政調会長の意見ではなくて公明党の意見を取り入れる、うん、いやひどいのがまた加速したなという、そういう印象ですよね。そうなんですよ。二階俊博のね、二階派というのは美中派の、まあ、斉藤茂君のねあれだったんだけど、二階さんのあれが10人ぐらい減らしたということと同時に、もう一つは考えてみてください。結局高市以外はみんな美中派だったっていうね、明らかになってきたっていうね。河野太郎のがそうでしょ、はい。岸田さんはいかにも星っぽいこと言ってねやったけど、いざこうなってみたらもう晒してるわけですよ。林芳正外務大臣のとかね、シェイシェイ茂木とかで、こういうようなことを考えた時、自民党の本質って何だろうって言ったら、安倍さんがね今度ね100人近いあれで立ち上げたでしょ、安倍派を。でもこの中には福田康夫の息子のなんかもいるんですよ。なんかこれも親中派ですからね。だから皆さんね、いかに日本の自民党というのがもう親中派美中派によって侵食されてるか、これでも皆さん自民党を改革しながらやるっていう、そういうことを言えますかということを言いたいわけですよ。やっぱり地方から国の民が、ね、立ち上がってね、地方のそういうものを変えない限り、この人たちは小選挙区や親からの地盤やお金や全部譲られてますね。だからその自民党のそういうぬくぬく生きてる連中に、世の中変えてくれよって言ったってね、ほとんど無理ですよ。我が家の春と思ってる人たちっていう。で、じゃあやり方ってことが何かって言ったらんですけども、川田さんから見てどうですか、岸田さん。そうですね、まあ、僕岸田総理の、うん、お話っていうのは1回だけ自民党の政令都市の講演会で集まりでですね聞いたぐらいで、特にあまりインパクト印象は全く何もないんですよ。ですからまあ多分そんな強烈に訴えたいこととかっていうのはある方ではないんだと思うんですね。でまあやはり自民党内部でいうとジェノサイドのですねアンケートをやられたように、中国に対して悪く言う人が、うん、まあ少ないっていうかですね、うん、でこれ僕も内部にいていろいろといろんな方とお話しして
よく分かることは、結構地方議員においてはですね、やっぱり中国に対しては厳しくやらなきゃいけないということで、例えば北九州などにおいてもですね、人権決議をするべきだと、香港とかまた台湾についてのですね、防御も含めて形で人権決議するべきだという意見書が出たりとかですね、また大阪とか関西の方でもですね、政令市の中においてもですね、そういう決議をするべきだということで声も出たりしてですね、で、まあ、北朝鮮の啓発ももっとするべきであるとか、結構自民党の地方議員はですね、特に政令市の仲間のいろんなところの議員は厳しく言ってるんですが、ことこれが国政に行くとですね、全く変わってしまうと。すなわち今の霞が関の省庁そのものが一体どうなってるのかということなんですよ。役人の人たちが誰の意見を中心に動いてるかってことなんです。これは本間さんの尖閣の件でよくわかりますけども、めちゃくちゃな回答してくるわけじゃないですか。ああいうのも見てると、もう本当に僕が常々言っている、政府が日本人の政府なのかどうなのかっていうことは、改めてですね、一般の国民と乖離が、例えば我々自民党の中でも地方と国においてもかなり乖離をし始めてるということはよく分かりますし、その中でいう すなわち、まあ、可もなく不可もなくという形で、まあ、選ばれた総理だっていう認識はみんな共通の認識であると思いますよね。まあそういう意味で、まあ、一応穏健な安全牌としてとりあえず岸田に任せるというのはあったと思いますよね、おっしゃるように、ただね、やっぱりね、このとこもう一つちょっと突っ込みたいのは、実はその岸田さんの言ってる意見というのが、まあ、公明党も賛成するでしょう、あるいはさっき本間さんからも言われたように、公明党から提案があったなんか18歳の、ね、未満の10万円給付とか、本当にその前に消費税減税考えろっていうね、なんでこんなね、880万の年収を持った夫婦がいたら払われないとかね変な話ですよこれ。こういうような公明党の合意、それこそ何のためにやってるのか、手続きは面倒くさいしね、年齢制限とか、年齢制限じゃないです、年収制限の制限とかね、こういうことをやること自体が何のプラスにもならないというのは、でもこの年収制限とか儲けようっていうのは、それもけちるという言い方じゃないけども、これはもう財務省の少なくともいわゆる財政均衡論体質、この税金どこから財源を取るんだとかね、こういう発想があるからこういうこと出てくるんでね、別に金持ちだっていいじゃないかと、別にこれいわゆるこういうものの使い方について、財政出動こういうものの使い方わからない人は本当にしょうがないんですけど、大丈夫なんですよ、うちは破綻しませんからね、これで、まあ、国債を出すこともいいしね、わかりやすくいろんな財政出動できるということなんです。でこれを分かってないだろうというふうに、まあ、感じるわけです。公明党にちょっとあんたさ違うでしょこれってね、10万円配ってどうなるの、それもあお前はダメこいつはダメっつってね、でみんなマインドの問題だってならないでしょ。貧乏人は一生懸命、あ来た来た、じゃあもうしょうがないから次何かのためにまた単数預金していこうとかね、普通10万円来たらどうします。いや私はもうすぐ使っちゃったんですけど、でも確かに岸田さんがブレてるなと思うのは、まあ、財務省が子供のいる家庭で制約したらそんなに財政出動しなくていいって、まあ、財務省にとっても嬉しいんでしょう。でも本当のなんていうか肝っていうのは、今困ってる、コロナで特に経済が傷んでるので経済政策じゃないといけないんですよ、幅広く行き渡る。ところが18歳とか言ったら、それ子ども政策なんですか、経済政策なんですかって、なんかもう完全に、なんかもう、いわゆる哲学がおかしいんですよね、もともとはこの不況をどう乗り越えるかっていうことのはずだったのに、いや公明党の大好きな子ども政策みたいなのが、にょきって出ていて、だから全く辻褄も合わない、だけども財務省は喜ぶ、で、私も凱旋で行ったんですけども、じゃあなんていうか、先ほどその、
ね、何百万あるあの夫婦ってありましたけど、うんうん、じゃあ子供がいなくて苦しんでる人どうするんだっていう話なんですよ。全部出てくるんだよな、それ例がね。そいつはもうみんな軒並みなんかこうのたれ死にしろって言ってるのかって言いたいんですよ。でだけど子供っていうオブラートを包んでるからなんかこう真正面に避難しづらいになってるんですけど、私があれを見て思ったのは、まあ、子供のいないやつはのたれ死にしろって言ってるのかと。であの政治家はそれぐらいなんかブレててボケてるんですけども、あの実際なんか確かあの日経新聞かどっかがアンケート取った時にこの子どもの18歳の話についてあなたどう思いますかって言ったら、まあ、十数パーセントの人はいいと思うって言ってるんですけど、それよりももっと多いのはそれよりももっと制限を広げるべきだ、あの子どもに関係なく広げるべきだってちゃんとやっぱ答えてる人がいるんですよね。だから一般の国民の方がものすごくこの今の岸田さんと考え方がもう乖離してるのに気づかないのかなっていう不思議な感じ、うん、 だからその貧しさとか苦しんでる人たちの実態をねよく分かってない、うん、あの現場のことを分かってないっていうねあのいうことなんですけども、やっぱりねこれねもっとね実は、まあ、川田流に言えばですよね、あの実はこういうことをやって景気をデフレとかそういうの先延ばしにしてるっていうね、うん、こんなことで小手先にやって10万入りゃそれは一応ね、うん、18歳未満の人たちは喜ぶか分かんないけど、それがどうしたってことになるわけですよ。こんな見え見えじゃないですか、それがどうしたってね。でもこういうようなことをやるとね、公明党っていうのは誠に日本の GDP とかこういうの上げたりね、いろんなことをする、まあ、気がない。これ なんでこれ人権とかなんかのことを言ってる政党のはずですよね。でもやっぱり内部は私もちょっと聞きましたけど、この矛盾は気が付いてる人は気が付いてますよね、実際で。これが自公だから、私たちはチャンネル桜の番組の中で自公連立解消について議論しました。圧倒的に分かれた方がいい。でそれも何期も何期もね、内閣が変わるたびに変わってないような公明党の連立と竹中平蔵、うん、ね、これ典型的ですよ。これつながってるんですよ。首相は変わる、大臣は変わるけど変わってないのが公明党と国交大臣とね、それと竹中平蔵で、またこの間なんかグリーンなんですか、デジタル都市構想、うん、このところの会議にまた竹中平蔵が入ってきてる。つまり実際は出さざるを得ないんですよ。アメリカからの伝達係っていうかね。そうですよね。まあ、そういうのとこがあるんでね。で前にも言っていましたけど、あの安倍さんですら私が竹中ダメでしょっつったら、いやあれは学者じゃなくて政治なんですよ岸田さんと、で辞めさせられないって言ったわけですけどね、うん、でこれが大儲けしてるわけですよ電通や、うん、パソナとかオリックスとかね。そうそうそう、うん、これあの前にその財務省の事務次官の人でしたか、文藝春秋でしたかね、言いましたね、で出されましたけど、皆さん不思議なちょっと視点を変えて考えてほしいんですけど、あのどうして財務省の事務次官が文藝春秋に投稿できたかということなんですよ、っていうかどうして文藝春秋だったかということなんですよ、あ文春だったかということなんですよ。これね、こことても重要で、なんかよくこの番組でも話してるように文春がどういうような役割をしているかっていうのがこれあからさまになりましたよね、うん、ですなわちこのマスコミ界も何もかも財務省は全部抑えてるわけだから、租税から徴税から全部抑えてるわけだから、うん、もうこういうのもひっくるめた形で全てをもう抑えられた中 でそこを指揮してるのはしたら誰なのかってことですよね。もう日本の我々が選んだ政治家じゃないんじゃないかと、うん、僕はそういう感じがですねするんですけども、もうその意味において考えればですね、今の日本の政治を動かしてるのは一体誰なんだってことなんですよ、うん、いやそこはすごくねいい指摘してもらったのはね、あの事務次官が財政破綻するぞと、こんな、むやみに使ってね、うん、やったら財政をすると、それと文春でしょ、前からずっと言ってるように、これは、まあ、聞いてる人もいると思いますけど、アメリカですこれ。財務省はだから、まあ、ちょっとうちのねキャスターの経済論をやってる人たちともね、そこはちょっとなかなか言ったんだけど、一国でやってるわけじゃないですよと、 MMT も国際情勢とか国会主権国家であるとか、この全部やった時
いろんなことできる、簡単にできるもんじゃないというね、というようなことを言って、もう一つの、まあ、一番分かりやすい例で挙げたのがあったのが、これうちのキャスターに誰か言ってたんだけど、まあ、つまり今まで40兆ぐらい消費税収入あった、でところが法人税減税でね30兆ぐらい法人税減税やった、ね、そうするとまあ税収だけに限って言えばトントンで見れば10兆円しか収入になってない。でじゃあそのじゃあ法人税減税でそれあの得した法人はどうしたかと、株主資本主義でその消費税減税してもらった分の利益というかその得したものは全部株式の配当に増してしまう。日本の国民にだどこも行かないって、これ直接は本当は関係ないんですよ今。だけど税全体の問題として考えた時、税というものをどう見るかっていうのは MMT とちょっと違うところあるんだけど、これ考えた時すごく分かりやすい。つまり法人税減税やったからってこれは間違いないんだけど、やったんですよ消費税と同じぐらいの額をね、やってみたけど結局そのお金はどこへ行ったかっつったら、その分だけ楽になった分だけ得した分だけ彼ら株主の配当に回してしまった。労働者の賃金とかそういうとこ、あるいはあの設備投資とかそういうの回さなかった。だから今言ったね、この配っちゃいけないというような、配ってもいいと思いますけど、こんな所得制限や変ないろんな縛りを設けてね、やったら かえってこれ昔ねお役人さんだからめんどくさいでしょ、これいろんな条件つけて全部やる、ね、まず調べたりですね、事務的な手続きが必要なので、うんうん、ものすごくリンクというか、うん、それに従事する公務員、うんの、まあ、お金っていうか人件費がそれに割かれちゃいますよね。でおまけに一部がなんていうんですか、なんかあのなあのなんか 紙っていうかクーポン券がなんか配るってことなので、その印刷する費用であるとか民間関わってくるんでしょうから、そこの民間に発注して中抜きされる分とかものすごく無駄が多い。なのでそういう意味で言うと消費税 0% の方がよっぽど1億2000万全てに行き渡りますし、手続きも全然不要ですし、公務員の、ね、別に何十万って人口差がなくていいので楽なんですけど、なんかこういいより日本人が迂回のなんかで吐かされて、なんか吐け吐けって一回飲ませといたら次はもっとひどい目で吐かしちゃうっていうね、うまいこと言ったら迂回だね、確かにね、そう迂回の状態になってますね、私たちいいようにカムリされてるんです。あの文春でしたか、はい、週刊文春、週刊文春でしたか、あごめんなさいね、なんかちょっと あれは文藝春秋、あ文藝春秋でしたかね、はい、あれで気になるのは格付けが下がるって言ってるんですよね、あの方嘘だそんなどうなんいやこれねとても重要で本当に、ね、要するにそしたらなぜ格付けが下がるのかということを、うん、彼がひたすらまあこうばらまきだからという話でインフレが始まるとかっていう話だけども、始まったならいいけど、これ要するにした誰かに言われてるんですよね、うん、格付けを、うん、今円安がもうなってきてるじゃないですか、久しぶりに4年ぶりに円安になってきてますから、うん、ああいうのも考えると、うん、格付けが下がるというふうに言ってるんだけど、でも国債の格付けが下がったとしても日本の国債って誰がほとんど 95% 買ってるんですか、国内ですよね、うん、ただ残りの数パーセントの人が困るってことなんですかね。そういやそれと ねもう一つ今言ったように格付けが下がるとムーディーズっていうのもね、うん、これ有名なとこですけども、これだってそのいわゆるあのそうですよ、ね、奥の院というかね、まあ、ディープステートって言い方もあるし、うん、国際金融資本とかあのエネルギーメジャーのロックベラーとかロッシャルドとか、うん、でこういう人たちの中の一環ですからね。そうですよね、格付け下がったってじゃあ今まで何十兆も使ったでしょコロナでどこで国債暴落しましたか、混乱起きましたかってそんなことないんですよ。だからね、まあ、もっと言えば我々の国自体ももう、1000兆以上の海外資産とかいろいろあるわけですよ、うんね、だからそれから今言ったようにその借金してるって言っても国民から金借りてるわけでね、うん、息子に借金をしてもらってね、うん、あ違う違う親父は借金してるけどそれは息子にお金借りてるようなもんだから、
あのやり方によってはいつでも政府発行通貨とか、うん、いろんなやり方で別に解決できるんです。これ我々の国はそれだけの自律的なものを持ってるんでね。だから結局国債をもうちゃんと国民にまた償還できるためには何が重要かって言ったら、経済的にも技術的にも教育レベルにおいても、そして日本を守るという国防においても、強い日本にすることが一番大事なことなんですよね。全くそうだね。そうすることによって永遠にこれをお金を回すことができると。そのことを全く言わずしてああいうふうに言ったら、もうあれさっき私省庁が一体日本の日本人の政府なのかどうなのかっていうことをお話しましたけど、あれはまさしくですね、その週刊誌で書いたその部分っていうのはもうそれを証明したようなもんだと僕思いましたよ。全くそうね、全くそれを証明したようなもんだと思いましたよ。だからね、これ前もちょっと言いましたけど、週刊文春皆さんあの立ち読みしてください、買う必要はないから。でもこれどういう意図でこれから日本の政治が動いていくか、予想をつくことがすごくあります。でもう一つ言うと、そのあの CSIS とかね、まあ、前に取り上げましたけど、あの今あのいろんな形でね、あの備中派二階さんのところとかいろんな一回逮捕とかいろんなあったじゃないですか。で今日はですね、実は千葉十区の、多古町というね、多古町、多古町長が、多古ってあの本名じゃないですよ、町の名前ですよ。そこの町長があの林元夫というね、備中派のナンバー2のこの男の選挙公職選挙違反で逮捕されてる。これ私なんか見たときね、さっき言ったように必ずしも全部ね、単なるこの情報は誰が取ってどこから出してどうやって公表してどうやって警察や検察にねこれを言ったかってことまで、もう母さんは札幌市議だからそういうところもちょっといろいろ細かいところも知ってるかもわかんないけど、現実的に町長逮捕するっていうのは実際の首長逮捕というのは結構の大きなことですよ。これね、これですね、町長の逮捕ってすごく重たいんですよ、うん、僕もいろんな警察の関係者といろいろとこうお話しすることあるんですけど、かなりこう捜査を詰めなきゃいけないんですね。で、要するにこれこの事件っていうのはこう10月31日の投開票の話ですよね、ということはもう2週間足らずでもうこういう逮捕まで至ってるっていうことは、あのもう花から狙ってたんですよ、この人、で多分この人だけじゃ他でも狙ってるのがいると思うんですけど、そしたらそこにどうして狙いを定めたのかと、で僕もいろんな方からその、まあ、アイヌの関連の事業のことも含めてですね、もう警察とも話しながらやってるんですけども、でもやっぱり明らかに違法なことをやっていてもこれはもうなかなか捜査に乗せられないですであるとか、そういうことよく言われるわけであって、その中においてあえて5を出してるってことは、もっと上から5を出してるってことなんです。そういうことなんです。それをよく言ってくれました。それをちょっとね、私も言いたかったんでね、というね、準備もされてる、それから立件も間違いもできるようにしてるというのは、まあ本間奈良さんのところは、ね、二階さんのところだったけど、これ全部噂として言ってもらいたいけど、もう2億円以上もう何ヶ月前に使ってるって噂も流れてた。で選挙中にも1票1万円だとかこういうのも噂ですよ、一応噂にしておきます、流れてる。で実際俺はもらったぜとかね、あいつが配ってるぜとか、そういう話も複数から聞いたことあります。こうそれはだから、現実に私がね、じゃあお金渡されたわけじゃないから分からんけども、でもこういうのがまことしやかにいつも毎回毎回こうやってたってことは、母さん言うとおりね、前々から警察も知ってた、こういう人たちだ、こういう人だ、林本さんこれ責任問われると思いますね。やっぱりそういう流れの中で自治体の首長とも、まあ正直言うとこれね、本間さんね、和歌山でもね、うちの仲間が脅かされました ね、 そうですね、ある自治体の首長だって言いましたね、これ一応名前挙げないけどもね、そうですね、まあ、あの要はもう仕事やらないぞって言って、いやすごいこんなドラマのようなすごい脅しもくるやっぱり首長さんに仕事やらないぞって、首長ですよ、そうです、普通の公務員じゃなくて首長がいたんですよすごいなっていうね。で俺面白いのはチャンネル坂だね、それ聞いてね言ったわけですよ、もしやったらやってみろと、やってみたら徹底的にもやるっつったら、翌日すぐねその当時に昨日のは撤回しますっていうね、だからこういうねとんでもない体質が実際和歌山とかね、ああいうところで行われて、その中で本間なら戦ったんですよ。これ
ほんまかいなって言うけど本当ほんまですよこれ。嘘じゃないで、これがいい逮捕法ね。つまりこういう美中が親中がっていうのは単なる中国が大好きとかね、日中友好を推進したいとかじゃないわけですよ。明確に利権とつながってる。だから今、本間さんがやってるね、まあ、いわゆる和歌山にカジノはいらない、日本にカジノはいらない、こういうね、あのカジノじゃない博打場はいらない、これはね単なるその今言ったスロットマシーンやね、こうなんだこのサイコロとかね、こうやってみんなでパチンコと同じように楽しむ場所に反対してる、そういうことじゃないんですこれね。これはマネーロンダリングの闇銀行だったりね、地下銀行だったり、犯罪が起きたりとかというのと同時に、これは利権とめちゃくちゃつながってる。あのとても国際マフィアというね、とんでもない、もう日本人なんてコントロールできないのを平気に出入りさせる、常駐させるっていうのは、うん、もう日本の国柄を変える言葉でもありますよね、うんうん。まあ、そういうね、うん、ことが踏まえて、だから和歌山に博打場はいらない、日本に博打場はいらない、うん、というようなことなんです。それと経済の問題も彼女もあの自分の、ね、政権の中でも言ってますけれども、つまりそんなバブルのようなね、で切った長打長半勝負で、長半とは言わないけども、それはでもこういうような博打でね経済をあのやろうなんてのは誠に浅ましいというか、癒やしいというかね、別にあのホモならだって別にね、パチンコや、パチンコじゃない、あの競馬や全部中止だとかね、なこと言ってるわけじゃないですよね。そうですね、まあ、あの日本のルールに従って日本人が運営していてっていうのだったらいいんですけど、うん、先ほどの迂回じゃないんですけど、うん、日本を食い物にしてあの場所を貸して汚い商売をする、うん、こんなのビジネスでも何でもないですよ、汚い産業ですよ。なので私はよくあの核のゴミがどうのこうのって騒ぐのが、この人間のゴミのような産業を持ってくることに対してね、なんで言わないのかなとか、メディアとか思いますよ。これ本当に激薬です。でね、うん、今この劇薬を新自由主義、まあ、経済に例えて言うとね、さっき言った株主資本主義ってことになると、例えば和歌山今まだね、今度あの教習会っていうのかな、うん、なんか説明会みたいなね、こういうのやるんですけども、これ撮影してもちろんチャンネル桜やチャンネル桜北海道いろんなところでも流したいと思いますけども、これ皆さんね、例えば土地を貸しますよね、安いからで貸すわけです。でそこにカジノができます。他にも IR とかね、あのアドベンチャーワールドとかね、パンダがいるとことかいろいろあるかもわかんない、観光資源ある、そこのところで、じゃあそこで運営するのは誰かって言ったら、あれ確か田辺の場合はあれでしたね、田辺というか和歌山の場合はカナダの会社ですね、カナダっていうことなんですけど、その前のやっぱり話を進めていたサンシティグループっていうのはもうアメリカが中国マフィアと指定していて、うん、そしてオーストラリア入国禁止ですからね、その役員ね、みんなね、はい、でこれが実はでもね、まあ、まだ一応噂の段階ってことにしてもいいけど、つまり管理というか主体はカナダの会社でやるけれども、運営つまりオペレーションというかね、運営はじゃあそのサンシティでやるって話あるんですよね。あの皆さんあの、うんね、カナダっていうと、あなんかあの大丈夫じゃないかなと思うかもしれない、カナダと思った時に、まあまあ、私たち界はやっぱりこれ完全に中国が関わってるってやっぱり思うわけですよね、うん、あのサンシティは一回引っ込んだ形になるんですけども、カナダってやっぱり中国と相当あのべったりじゃないですか、ファーウェイのあの副社長っていうかね、うん、あれもあのカナダで捕まってるように、ね、もう かなりあの中国人入り込んでますから。そうなんです、はい、だからね、今言ったようにそういう形でサンシティ、ね、和歌山で二階さん、そしてサンシティあまりにもできすぎてるから、何が起きたかっていうと一回引っ込める形になった。でも我々は知ってましたよ、いろんなところでもね計画は続いてる。で結局田辺にそのカナダのカジノ会社がね、あのカジノ企画会社がそこへ事務所を開いた。そして今回は、20回ぐらいでしたか説明会。そうですね、10日間で毎日毎日やって、あの土日は 2,3 箇所でやりますから、うん、15、6箇所でしょうかね、うん、説明会やる、はい、説明会やるっていうのは本気ですよこれね。こういうようなことが入ってきて、さっき言った中国マフィア入ってくるのは何入ってくるのか、であの、まあ、これよく言われる話で、これ実際そうなんですけど、 VIP ルームっていうところで1単位がね1億円以上というような、つまり
まあ一番わかりやすいと接待麻雀です。ほんま水島対ちょっと勝負しようとじゃ あの本当はこの人に、ね、5億円渡したいと。でもちょっとそうね、人民でやるんであれだから、でもじゃあこれやるかって変える。そこでもうそこでもマネー問題が始まってるわけですね。それ でよし、ほんまじゃあこれはパッ、いやー負けてしまった、すいません、じゃあしょうがないね、5億円って、これで綺麗になっていくわけですよ。でこっちの方にはドルに変えてね、それで一部こっちのカナダの運営会社には、運営じゃないよね、管理会社にはそれ払われる。でこういうようなことが起きていく。それからもっと言うと地下銀行なんですよ。送金いらないです。こっちでこれ受け渡しがもう正式にこれでやっちゃうと10億円だろうと何千億円だろうとね。でこれをだから犯罪組織にとってこんな都合のいいことない。まあもう、まあ、例えば10億円強盗で持ってきたのはここに来てね、これでやる、手数料さえ払えば綺麗な金になって帰ってくる、うん、でだって本間さんに、まあ、勝ったっつって金渡したとしてもね、後で返すことだってね、はい、綺麗になったお金をちょっと、じゃあ私にも手数料ちょうだいねっつってまた戻してもらう、はい、これね一応前にあったんですよ。暴力団のヤクザが私のところに、まあ、フィリピンで仕事やった時ね、あの監督ね、あの1億何千万だったか、5000万だったかな、7000万だったか、1億5000万ぐらいで映画作ってくれと。でその代わり我々に1億円返してくれと。で5000万はあなたが100万円で作ろうが200万で作ろうが何でもいいと、映画らしいものを作ってくれて、でそこで領収書をいろいろね作っといてくれればそれで OK。 日本の税務署がフィリピンまで来てね、特に映画のあれでこう領収書なんかチェックなんかしないから、つまりこれ何かって言ったら、どこで稼いでたか分かんないマネーロンダリングの金を映画制作を作りましたということで、映画で全部使いましたという、こういうごまかしをする、ね、こういうようなことも近いところあるんですよ。みんなマネーロンダリング、一時ね、あの正直言うとなんだ、あの VP じゃない、あの昔あったじゃないですか、 V シネマかあれって結構あったんですよ、そういうのお金をマネーロンダリングするためのね。でこういうような形のことを和歌山でまたやろうとしてるんじゃないかということで、本間さんはまた立ち上がったということなんですね。それもでもこれは大阪でも噂もありますよね。はい、で日本の中でいろんな、もっと言えば北海道だって諦めてないと。そうですね。ね、僕この前ですね、アメリカ領事館に学生インターンシップの学生を連れて行ったんですよ。まあもしかすると今これ言っただけではちょっと前の番組からご覧になってない方は分かんないかもしれないですけど、アメリカ領事館行ったら不思議なことにウポポイとかのポスターが貼ってあるんですよ結構、うん、何枚か。これどういうことなんですかねということですよね。これまあ密接に関わってきますよね。そうなんです。ここね、私将来のちょっとイメージ前にちょっと別のねキャスター討論でも言ったけど、このねアイヌを中心のね、あのアジア合衆国作るつもりですよ北海道は。まあ基本的には中国人が主体ですよ、うん、アイヌ自治区になるかも分かんない、でもアイヌ民主共和国みたいな形になって、それでアイヌが一応中心になって、日本人の企業やあの皆さんですねからは土地代、うん、あれを借地料を取る、こういうような形になっていくと思いますね。でじゃあ治安は誰がやる、人民解放軍ですよ、武装警察、日本の警察いりませんと、私たちの土地ですから、侵略した人 あの警察暴力装置はいらないっていうね、ような形になっていくっていうね、本当にこれ具体的な意味で言うとあの10年25年本当分かんないですよこれ。そのぐらい今進んでるとね私なんかは思ってるんですけどもね、まあ、さっきのですね、うん、IR の話と結びつきますよね、うん、要するにその先住民族、あの例えばアメリカでですね、あの、うん、カジノとかやってるところはあの先住民族の方々であるとか、うん、そういうのもありますよね、うん、ですからですよ、先ほど言ったように経済においても政治においてももう合衆国化すると、まあ、現にイタリアはなんか中国の警察入れたりとかしてますよね、うん、ですから全く事例としてないわけじゃないんですよ、うん、要するに多くの中国人がいるから中国の警察と共同して警備をしますと、はい、これね、まあ
もうあのご覧になってる皆さん信じられないかもしれないけど現に事例としてあるわけですから、うん、それをわざと日本のマスコミは報道しない。さっきあの財務省の関係と週刊誌の話をいたしましたよね。あれだって結果的に、要はもうできてるわけですよね、うん、税務調査とかそういったのを一つの、まあ、ネタにしてお互いにですね、多分やり取りしてる可能性って僕は大きいと思うんですよ。だからそういったものでもう全てが出来上がっちゃってると。だからまあそれにわざわざ反対するような内閣総理大臣だったり内閣だったり政治家だったら困るし、そういう人はまあ結果的に最後どうなるかってことなんですよね、うん、いやだからね、あのそれすごい大事な指摘でね、あのそれは高市さんにね少数派として例えばこれが首相になったとしてもね、そういうものが必ず付きまとってくる、うん、それは国民が徹底的に支えられるかどうかのね問題なんで、それでなんか勇気出せないですよ。安倍があれだけ下手れてしまったっていうのはね、まあ元々かどうかはちょっと別として、やっぱりそういう問題がすごくあるということですね。でやっぱりまあちょっとキャスター討論でもちょっとね話したんだけど、あれですよ皆さん、あの門別のねあの無法な魚取り、これ俺たちの土地だから何しようがいいんだっていうね、いうようなこういうね、つまり何をやるかっていうと人民解放軍が入ってくるっていうのは全部を占領してねやるような、そんなことやらないんです。アイヌの居住区にアイヌの自治区が作ったりした時、ウポポイですね、共生空間というものが作られた時、そこに治安維持は私たちは侵略者の日本警察や自衛隊に頼みたくないと、人民解放軍にやってもらいたいと、あるいはチェチェン層ですから朝鮮人民軍にね入ってもらいたいと言われても、これしょうがないですよ。本当に入ってきますよ、ロシア軍ね、人民解放軍、朝鮮人民軍、こういうようなこと入ってきて、みんなでそこで占領し始める、であの圧迫し始める、つまり日本人の住民たち、北海道の人たちですよ、この人たちをすごく住みにくい状態、あのよくあるじゃないですか、あの川口とかあっちで在日の外国人の皆さんがね、あの一斉に住んで、あの中国がやった、中国人がやったと言われてますけど、あの5、6人がまずマンションに入ると、まあ中2階っていうか踊り場でねうんこしたりねうんちしたりおしっこしたりゴミをぶちまけたりとか、もう非常識なことやる、やめてください、やめない、夜はどんちゃん騒ぎやる、でもううるさくなってくる、なんか文句あるのか、俺たちはちゃんと金払ってるんだ、でだんだん嫌気になってくる、じゃあもういいよここ引っ越そうよ、一人二人二人去りで最後みんな中国人と、こういう状態になったことは実例で私聞いてます。あのつまりそういうことが北海道でも起こりえますよと。そして今中国が実態として北海道の土地どのぐらい買ったかわからない、でも彼らはもしかしたら中国の命令で、あのアイヌの皆さんに私たちは帰属させるために寄付します、広大な土地が実はアイヌ自治区になる可能性ある、でますます土地を買う、で作物もそう、それをやるのは自治政府だと、アイヌは魚や北海道の魚や野菜をね日本に売るんだ、輸出するんだ、こういうような形できちんとねあのやってくるってことです。あの私はシナリオライターということもあるけども、あの向こうが一番都合のいい手ってのはそこなんですよ。勝手にわーっと入ってきたら国連からね攻められるんですよ。でもアイヌの皆さん、先住民と国連が認めて、そこを侵略者 の連中がみんないじめてるとなった時、人民解放軍が入ってきたり、こういうのやることはね、ロシア軍が入ってきたって頼まれたんだから、先住民からということが起き得るということですね。ほんまかいなって思うでしょうけどほんまなんですよ、うん、とちょっとそこものねところがね、もっと言うと尖閣は私ずっとね本間さんとも32回ずっとやってきて、本間さんももう6回6、7回もやってると思うんだけど、行ってると思うんだけど、あの一つね中国船が今来てるでしょ、次に一番リアリティのあるのはあのフィリピン沖にいた200隻の武装漁船ですよ、うん、これがあの周りに200隻行ったら日本の海上保安庁なんか手も足も出ないですよ、今でも出てないんだからね。で その後どうするんですかと。でもう一つ言うと台湾戦が押し上げる可能性あるんです。
お金を取ってどうしますか。一挙両得なんですよ。日台の分断分かるね、うん、でもさっきね台湾の話冒頭にちょっとしてくれましたけど、台湾軍ってもともと国民党軍です。で国民党まだまだ力ありますやっぱり残念ながら、うん、で独立だけじゃないですよ。でそうなった時台湾の漁師たちがね押しかけて、まあ、もちろん中共から金もらってるんですよ、国民党から金もらってるんですよ。で押しかけて100隻ぐらい、それでその台湾人が上陸したらどうします。海上保安庁できますか。で台湾軍だって自分一応建前は蔡英文政権だって今おとなしくしてますけども、台湾のものだとはずっと言ってるんですよ。でこういうようなことが中国にとっては日台の日本と台湾の分断を図る最高の例になるわけですよ。なんだ台湾人のやつうちのとこまで、でこれやるわけですよ。でもしやったら台湾人を逮捕するなんて言ったら中共軍台湾軍許さないと、台湾同胞というわけですよね。中国のものなんだから中国人を逮捕することは我々にはできてもお前らは許さないって、こうなっちゃったら、で統治の台湾のね役人をそこに置くみたいなね、国民党のそういう連中が置いたらどうしますか。住み着いちゃったら海上保安庁なんかしますかって、これ自民党だって考えてないですよまだそういうこと。そうですね、まあ、もともと民主党政権の時に来たのは、うん、一応言い方としては香港から来た漁船でしたからね、うん、そうですよ、香港あれだってもちろん中共からね、中共なんですけども、だけどそういうことは平気でやりますよね。やりますよ、もうありとあらゆることで。それでこれで一挙で日本の反台湾感情がね、うん、まして台湾なんか助けるなとなるじゃないですか。でこういうこと当然中共は狙う、こんなことは当たり前のことなんですよ。孫子の兵法の中だったら諸侯のことですよこれ。こういうようなことがねこれからね起こっていく中で、だからこういう、本間なら新徳にも代表やね、あの川田市議のようなね、あの目覚めてきちっとね日本を考えてる、北海道を考える、こういう人たちを一人でも多く二人でも多く増やしてそういう流れを作っていかないといけない。だまあ川田さんは自民党員ですからね、あのあれですけども、ね、私から言うと自民党頼むに足らずねというところは正直あるんです。まともな自民党もたくさんいますよ、一生懸命日本考える。だけどほとんどの政府の中長丁にいるね岸田総理から言ってもそんなやつばっかりじゃないですか。どうですか、そのね。そうですね、あの大体9割の日本人は中国問題だと言ってて、あの国会議員のうちでも結構中国問題だと感じてる人いるんですけども、うんね、中国と友好的にやった方がいいって人が 2% いて、うん、そうたった 2% しかいないんですけど、でも実態はこの人たちが9割近くの権力を握っていて、そうあの政府のもう要職閉めちゃってる、なのであの、うん、もう数の問題じゃないんですよね。そうですよ、実態的にはその中あの親中派というのがものすごく力を持っていて、ほとんど国会議員が逆らうことができない、ね、乗っ取られてるんですよね、はい、まあ、言いようによっては。で、うん、で財界もそうだしね、商売がね、で株主資本主義ですから今日本の企業じゃなくなってるんです、ね、株主に中国がたくさん入ってる。で一番怖いのはこれ YouTube ですけども、ニコニコでも流したらすると今度は、テンセントですか、うん、こういう中国企業がニコニコのドワンゴに入って株主大株主になる、ますます言論のね自由さがねなくなっていくだろうということですけども、はい、ぼちぼち時間が来ましたんで、川さんから一言、はいはい、まあ、あの今までですねいろいろとお話をしてまいりました、まあ、あのご覧になっている方はどこまで本当なんだろうか、そんなことありえるんだろうかというふうに思っている方多分いらっしゃると思います。まあもちろんならないのが一番いいわけであって、だけど我々としてはいろいろなことを予想しながら事前に防御していく、こういったことっていうのは当然していかなければいけないことであって、そういったことに取り組む、まあ、国政も地方も含めてですね政治家を皆さんと一緒にですね育てていく、まあ、自分ももちろん今現場にいる人間としてやっていかなければいけない、自民党も今先ほどはっきり言って実態というのをお話をしていただきました、それを変えるべく努力もしていかなければならない、まあ、そういったことは当然そうなんですが、でも皆さんですね、私いつもこれいろんなところで例えてるんで聞いてる方もいる
かもしれませんが、私あのそれこそ水島社長と一緒にですね、8年9年前あの慰霊祭の時ですね、尖閣魚釣島行けたんですよ、うん、8年9年前そうですね、ご覧になっている皆さん8年9年前どうでしたか。まさか我が国の領土領海で行けなくなるどころか、行けば外国の艦船に追いかけ回されるような実態になるなんて、あの時にもしかするととは思ってはいたけども、なるとは本当にまあ思っていなかったってことはないですけど、本当になっちゃったんですよ。これから私8年後わからないですよ皆さん。これですね、そういったリアリティを持った形でですね、ただ単に陰謀論ではなくて今の実態を積み重ねていくと、もうそうなってしまいますよということをですね、多くの皆さんと共有したいというふうに思っておりますので、そういった形でこれからもいろんな番組作りはしてまいりたいと思っております。そうですね、あの実際にあのこうなったらこういう今ね、そういういろんな想定を出したんだけど、想定したとき想定には答えを作っとかなきゃいけない、ほとんどないと思いますね。想定さえもできてない可能性ある、うん、じゃ あの浜さんからも、はい、はい、ということで、実はあの私はあの北海道に戻ってきてるということもありまして、あの北海道の、まあ、知り合いとかのところに回ってきました、まあ、ほとんど自民党のあのなんていうかあの支援者なんですけれども、その人が言っていたのが、いやもう本当にここまで行ってもう自分はもう完全にもう諦めちゃったと、もう手のつきもうつけなんかねつけようがないと。でも自民党に対しても本当に怒ってるけども、もうどうしようもないぐらいで、もうどうしていいのかわからないで、なんか半分諦めてるんだって言われて、いやそう考えると私は諦められないから往生際悪いんでしょうねって言って、じゃあその人はあのまあ、本当は諦めたくないんだけどあまりにも広いんでどうしていいか分かんないって言って5つ実はまあこっそりあの国盛り衆を応援してくれてるんですけれども、うん、まあ、じゃあ自分も国盛り衆の一部であのなんていうか応援してるってことは諦めない人間でもあるということだと思っていて、本間さん頑張ってくれと、あとでもうあのもう少しちゃんとあの国盛り衆にもお金を送りますというお話をいただいて、まあ、なんかやっぱり大人がね諦めちゃいけないと私は思うんです。なぜなら大人が諦めた末に起きることは子どもたち孫たちが非常にあの地獄を見る絶望するということなんですよね。で若者たちにあの今なんていうか夢が持てないっていうのは私はやっぱり大人の責任だと思っていて、うん、あのそれはもちろん経済的に苦しいとかいろいろあるんですけども、将来がやっぱ不安で見通せないんですよ。で明るい展望もないし、嫌な状況になってもあの評論ばっかりしてるだけでまるで何もあの一つの釘が刺せてないっていうことに対して子どもたちも絶望してるんだろうと思います。私はそういう中で、まあ、バカでいたいなという気持ちもありまして、今回の最後の選挙 あの時に社長がこいつは本物のバカだって言ってくれましたけど、私はもう切り込み隊長としてずっとやっていきたいと思っていますし、北海道のこともものすごく憂えてますよ、うん、あのね、これはもうあの市議の立場の川田先生にもお願いしてるところなんですけど、あの先ほど100年記念党についてね、侵略の党だってあのメディアが報じたことについてね、うん、これはやっぱり侵略の党ではないということを明らかに議会では明言してほしいと思いますし、こんなことをやってはいけないと思っています。あの私はもうとにかくあの最後まで諦めない人間としてやっていきたいと思います、はい、そうですね、あのそういう人たちが一人でも二人でも増えていくっていうね、あのみんなあの本当にそういう意味でのいい意味で あのおバカ者になりましょうよ。損得だけでね、うん、やったら世の中動かない、そういう意味でのいい意味での大バカ者が、世界を変えます。あの真面目に国を思い国民を思い子孫の未来を、ね、考える、あの私はあの彼女が選挙戦戦ってる時、あの本当はこれ日本の 母心だと、お母さんの心だとね、どんなであの日本がこんなひどい状態になってもね、お母さん自分の子供やそういう人がどんなふうになっても絶対に子供諦めない、でそういうことで言った時には叱るし、時にはね優しくするし、こういう一緒に泣いたり笑ったりね、あの汗かいたりすると、これがやっぱり日本人の姿だと。国と日本 の個人というものが分離されているような国民国家じゃないわけでね、でそこのところを本当にあの、まあ、実践の中で、まあ、前に進んでいければと思います。本間会だと皆さん本当に思ったでしょうか、ね、
ほんまですよ、はい、ということで、今回のほんまかいな以上でございます。それでは。